どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということで、引き続きファミリーマート代表取締役の澤田さんと動画を撮らせていただいております。はい、よろしくお願いします。はい、ということでですね、今回の動画は、ファミマの社長の澤田さんに、インタビュー 僕から澤田さんにインタビューさせていただくという動画なんですけども、僕の方で、フリップを作らせていただいて、はい、簡単に澤田さんのなんか年表じゃないですけども、これまでの人生を、うん、年表にまとめさせていただきました。Okay. はい、この動画の視聴者は大学生がほとんどなので、はい、大学時代にやった方がいいこととか学生へのメッセージなどがあればお聞きしたいなというふうに思っております。はい、よろしくお願いします。はい、澤田隆さん1957年生まれ、高校はですね、金沢桜川学高校出身ということで、僕もちなみに大丈夫です僕も同じ高校なんですよね。はい、ありがとうございます。はい、なんか澤田さんが入学された40年後に僕も入学、はい、させていただきました。はい、覚えてたりしますか、桜川高校。桜川高校よく覚えてます、ね、あの小安坂を登って登った暗い思い出しかないですけど、僕もそんな明るい思い出はないです。大学卒業後、伊藤忠商事に入社、はい、されたということで、はい、で、アメリカのセブンイレブンの買収を手掛けたり、まあ、数々のなんかご活躍をされたということで、僕はすごく驚いたことなんですけども、うん、こちらのフリップにも書かせていただいたんですけど、はい、38歳の時に、あと伊藤忠の当時の社長さんに手紙を書いて直談判をしに行ったっていうお話をお聞きしたんですが、総合商社は小売事業に参入すべきっていう旨の手紙を、何か伊藤忠商事の社長さんに直談判されたというお話をお聞きしたんですけど、それは本当なんですか？そうですよ。それで2年間チャレンジして、はい、できなかったんで、はい、38で僕は伊藤忠辞めたんです。あ、なるほど。はい、なんかこの話と少し似ているなっていうふうに思ったんですけども、はいはいはい、なんかその後ファーストリテイリング社のに入社された後に、はい、うん、当時のファーストリテイリング社さんの社長さんが思い描いていた理想と実際に働いてみての、店舗で働いてみて、澤田さんが働いてみての現実のギャップみたいなのをすごく感じて、はい、毎日ファーストリテイリング社の社長さんにファックスでレポートを送っていたっていう話を聞いたんですけど、毎日はトゥーマッチ。あ、トゥーマッチ。1週間に1回とか1週間に1回、うん、2週間に1回とか言ってまとめて書いて出してたね。で、その社長、ファーストリテイリングの当時の社長さんに、なんていうか呼び出されて、言ってること正しいから改革しなさいって言って、翌年に副社長になるっていう。そうだね、うん、半端ないですよね。半端ないですよね。本当に会社ってこうあるべきなんじゃないですかっていうことを書いて送った。現在、その最近ですね、去年2018年にサークル系サンクスのファミリーマートへの転換を完了させて、もう全社の今代表をされているということで、ちなみになんですけど、なんか僕自身も就活してた時にすごい悩んでいたことがあって、なんかこういう仕事がしたいとかいう漠然としたものはあまりなかったんですよね。そういった時にどういうことをしたいか、やりたいことが見つからないっていう時に、なんかどういう基準で仕事選びをすればいいのかっていう悩んでる学生であったりとか、僕自身もそうだったんですけど、やりたいことが見つからない学生にアドバイスをするとしたら、何か。だから隣でなんか青い鳥はいないんだよね。だから目の前にある仕事をもう必死でやる、もう そしたらその仕事は絶対好きになる。目の前にあることを一生懸命やる。まず目の前で与えられることを全力でやりきる、はい、で全力でやりきらない人には絶対次のドアは扉は開かない。だから一生懸命やってる人っていうのは、はい、どんな仕事を与えられてもね、その仕事っていうのはその世の中のためだとか、はい、社員のためだとか、お客さんのためになるということは前提ですよ。はい、だからそれは正しい仕事であって、それまた与えられた仕事に対して文句言う前に、とにかく必死で一生懸命やっている。で、それをやらない限り、絶対に次のチャンスは来ない。で、その仕事をしっかりやっていれば、必ず次のチャンスが来る。例えば福田君だってさ、はい、僕は例えばこういう仕事やってごらんって言って、ちょっと福田君に与えてみて、はい、福田君なんかこれ面白くないなっていうふうに思ってやってたら、はい、分かるじゃん一発で。そうですね、まあ、全然こいつ全然こう上の空だなとかさ、はい、
全然興味ねえなと思ったら、そんな人にもう一回仕事なんて当てられないでしょ。そうですね。でもどんな仕事でも福田高校でやってごらんっていう風に与えて、はい、ありがとうございますって一生懸命やってる姿見たら、それでそれがさある程度できたら福田君次これやってみって言って与えちゃうでしょ、はい、どん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 与えるんですよ。だから文句言う前に目の前の仕事にもうがむしゃらに取り組む。皆さんなんかこう勘違いしちゃいけなくて、はい、なんか要はねこう見つかるなんて思っちゃダメよ、うん、目の前のこと一生懸命やれば必ず見つかるんですよ。好きとか嫌いとかやりたいとかやりたくないとか贅沢いう段階ではなくても、目の前のことにやれるだけやって全力で取り組むってことが一番大事っていう。そうですよ。極めてる人ってのは水泳でも何でもそうだと思いますけど、はい、やっぱりやりきってる人なんじゃないですか。ちなみに21歳の時って何をされてましたか。彼女追っかけ回してたよね。あ、そうなんですね。追っかけ回す。追っかけ。なるほど。ガールフレンドとデートする。はい。いろんなもんですよ。目の前のことに全力でされてたっていう。で、それがちょっとずつ大きい。単位取れねえなと思って一生懸命単位取ろうとしたりとか。はい。そんなもんですよ。それが好きな子が できたら一生懸命彼女に好かれるように努力する、はい、よしな連れてったら振られるんじゃねえかなとかね、はい、じゃあちょっと頑張ってイタリアン連れて行っちゃおうとかさ、うん、でも金ねえなとかさ、はい、バイトしようとかさ、それの積み重ねで今の澤田さんがある。そんなもんですよ。確かに、なんか目の前のことに一生懸命になるってことが全ての人に対して一番大切なことだと思います僕も。そうですね、はい、うん、なんか最後になるんですけど、うん、大学時代に今大学生が見ているほとんど見ていて、はいはい、大学時代にやった方がいいことって今のお話とすごくなんか共通するとは思うんですけども、最後にまあ大学生、まあ、就活生、将来のことをぼんやりと考えている大学生に対して何かやった方がいいこととかメッセージがあればお聞きしたいなっていうふうに思います、うん、じゃあ大学生と社会人で何が一番違うかって言ったら、はい、自由な時間がない。自由な時間がない、はい、大学生は自由な時間がある、はい、だからその自由な時間がある時に何をやるかって人それぞれ全部違うじゃないですか、はい、で人にいけないことしちゃいけないけれども、はい、人に迷惑かからないことであれば、まあ、自分のやりたいことやるってことなんじゃないですか、はい、自分のやりたいことは、はい、本当に例えばスポーツやりたかったらスポーツやりゃいいし、ガールフレンドと、ね、デートしたけばデートしたらいいし、勉強したけば勉強したらいいし、はい、人をいさめたり人に迷惑かけちゃいけないけど、それがかからない限りにおいては自由な時間を思いっきり使って、はい、自分のやりたいことやるっていうことが一番大事なんですか。確かに、なんか先ほどの話と共通するんですけど、やりたいことを、時間があるからやりたいことを目の前のことに全力でやるっていうことで、ちなみに最後になんか澤田さんが21歳とか大学生に戻ったら何をされますか。僕は前のことしか考えない。あ、かっこいい。仮説であの時に戻ったらどうするっていう、そのかっこいいな質問はかなり愚問、はい、どうでもいい。前のことしか見ないっていう。前、とにかく僕はファミリーと未来をどう作るとか、はい、ね、みんなをどうやって幸せにできるかとかいうことを考えるしかないですよね、うん、そこに努力するしかない。じゃあなんか僕自身もすごく、勉強になったし、なんか一生なんですけどね、人生経験としてなかなか、澤田さんとお話しするっていうことは普通の大学生ではできないことだと思うので、すごくいい経験になりました。ありがとうございます、はい、ということでアート触れるの忘れました、はい、このキャラクターがあるんですけども、うん、こちらなんていうんですかね、ペって書いてあるんですけど、ファミペイのキャラクターということで、はいはい、うん、なんか今ファミペイがなんていうんですかね、力を入れていらっしゃるんですかね。まだダウンロードしてないの。今します。早くしてください。します。はい。はい、早く。すぐにダウンロードして、はい、どんどんクーポン使って。はい。はい。わかりました。はい、皆さんも下の概要欄にファミペイのなんていうんですかね、リンクを貼ってあるので、よかったら澤田さんのお話がすごいいいなと思った方はファミペイをダウンロードお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、はい、澤田さん貴重なお時間をありがとうございました、はい、ありがとうございました。頑張ってね。はい、ありがとうございます、はい、頑張ります。ということで今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします、はい、じゃあな。ありがとうございます。